お、こんなところにナズナが生えてるな。ナズナ？野草だよ。おひたしにすると結構うまいんだぜ。あとカラスのエンドウやヨモギ、ドクダミソウもその辺で取れるぞ。へえ、難波は野草に詳しいんだな。まあな、最初はいろいろ食って死にかけたりもしたが、だんだん体でわかるようになって、今じゃ大体の野草はわかるぜ。やばい見た目のもんほどうまかったりするんだよ。これが人類で初めてウニを食った人ってきっとあんたみたいなやつなんだな。お前それ褒めてねえだろ。私の番ですね。記念してみろ。私の番ですね。くらえ！
ええ、こちらは大丈夫です。お気遣いありがとうございます、ソンヒ。よ、ソンヒは何だって？ああ、いえ、こちらに変わりないかとのことで、それだけです。へえ、美人のボスからそう怒られちゃ粋に感じるってもんだよな。私は主に恵まれているんです。前に仕えた範純義もいい主でした。あの範純義とのことを話すには少し遡って説明が必要でしょうね。構わねえよ。俺は時間だけはたっぷりあるんだ。
それなら遠慮なく。少し長い昔話をさせていただきましょうか。おお、存分にやってくれ。私の父親は、はぐれ人言派の一人で、言ってしまえば異国に取り残されたゴロツキでした。そんな父に殴られながら、私は貧しい少年期を、どのコミュニティからも疎まれながら育ちました。家庭にも学校にも、私にはどこにも安心して過ごせる居場所がありませんでした。かなりすさんだ子供だったと思います。自分にちゃんと居場所があると思ってる人は、実は仇でもそんなに多くないっていうぜ。誰もがそれぞれに孤独を持つというわけですか。確かにそうなのでしょうがね。悪いな、話の腰を折っちまったか。本物のハン・ジュンギも私と同じように、やはり貧しく疎外された環境で育ちました。しかし、その強さや頭のキレ、器の大きさは自然と噂に聞こえてくるほどで、やがて父世代の男たちが老いていく中、ハン・ジュンギが大きな力を持つようになったのです。実際、散り散りだったはぐれ人言派は彼のおかげでカムロ町にしのぎを持てるようになった。暴対法にあえぐ登場会とは対照的に、人言派は着実に存在感を増していきました。大した男だったみてえだな、そのハン・ジュンギは。ええ、しかし彼を青二歳と侮っていた私の父は、愚かにもその流れに乗り遅れ焦ったわけです。なんとか若きリーダーに取り入ろうと、叫びたりの脳みそをフル回転させました。そして出した結論が、息子の顔をいじり影武者として組織へ差し出すこと。私は実の父から薬を盛られ、眠っている間に顔を整形されたんですよ。マジかよ、ボスに取り入るためにそこまで。影武者を差し出されたハン・ジュンギは苦笑するしかなかったようです。私の顔を見て元に戻せとは言いませんでした。悪くない案だと我々親子を受け入れたのです。ちなみに、その親父さんは今どうしてるんだ。死にましたよ。もともと体を壊してましたが、好きな酒に溺れながら死ねて本望だったでしょう。家族仲はまあきっと良くなかったんだろうな。ハン・ジュンギは自分の振る舞いを覚えさせるべく、可能な限り私をそばに置いてくれました。そこは私にとっていわば初めていることを許された場所です。私とハン・ジュンギは明白な主従関係にありましたが、それでも長い時間を共にする中で笑い合い、二人で酒を酌み交わすこともあったのです。それを双子の兄弟のようだったといえば、あまりに僭越でしょうがね。今のあんたの話し方なんかは、そのハン・ジュンギ仕込みってことか。本物のハン・ジュンギにはもっと品がありましたよ。と同時に凄みも感じさせる人物です。とても私の及ぶところではありません。そう言われると
ますます気になってくるな。何がですか？前から思ってたんだけど、あんたファッションセンスがいいよな。ありがとうございます。だけど本物のハン・ジュンギはさらに上品だった。ってことはファッションのセンスもずば抜けてんのか？それはもう随分とスタイリッシュでしたね。私もセンスを磨かせていただきました。はあ、イケメンの上にセンスも抜群とはね。意外なことが気になるんですね。まあなんとなくな。まあそんなこと言いつつ、俺が本当に聞きたいことは一つなんだがな。何です？そろそろ教えてくれてもいいんじゃねえか、あんたの本当の名前。え？まだ嫌か？いえ、少し驚いただけです。別に何も問題ありません。この世に生まれた時、私はキム・ヨンスという名でした。キム・ヨンス？もうその名前に戻る気はありません。本物のハン・ジュンギももう亡くなりましたから。その本物の方は頭に銃弾を受けたっつったっけ？ええ、東京へ進出していた広島の組織とごたごたがありましてね。その時、あの人の死で人言派は事実上の壊滅となったのです。当時私はハン・ジュンギとしてカムロ町の敵対組織に睨みを利かせる役でした。ところが本物のボスが死に、カムロ町でわずかだった人言派は張り子の虎。もしそのことが敵対組織に知れれば一気に駆逐され、命さえ奪われかねません。俺だったらすぐにカムロ町を脱出するね。何もかも放り出してね。私もそうしました。共にいた数少ないメンバーたちもです。しかし人言派が全てだった私に行き場はなく、後で仲間たちと落ち合う場所もなかった。頼れる人間は世界中のどこにもいません。砂漠で狼の群れに囲まれたようなものです。なかなかきついな、その状況は。わずかな望みをかけた先は在日のコミュニティです。しかし彼らはマフィアの一員である私を受け入れてはくれませんでした。今にして思えば、仇として真っ当な生活を送る人たちの当然の反応です。それなのに私はうろたえ、取り乱し、同胞を見殺しにするのかとつかみかかっていった。そうか。通報を受けた警察が現場に駆けつけてきました。そのまま連行されるところです。通常ならば。お？なんだよ、気持たせる言い方しやがって。警官たちは偽物だったんです。そして私が連れて行かれた先は偉人町。じゃあつまりその偽警官たちってのは、孫妃の指示を受けて動いていたコミジュルのメンバーたちでした。コミジュルもかつて人言派だったものの、もう一つの吹き溜まりだったのです。カムロ町を遠く離れた者たちが徐々に集まっていったということでした。
そういや前に孫氏も言ってたっけな、コミジロは人言派を母体にしてるって。ええ、コミジロは落ち人村のようなところです。だから息を潜め、極めて閉鎖的でいます。そして長年遠巻きにカムロ町の人言派を伺い、その動向を見守っていた。そこで私は運よくコミジルの差し伸べた手に救われたというわけです。さらに孫妃は本物の反純義の身に何があったのかを私に教えてくれました。広島の組織が使う殺し屋に頭を撃たれたのだと。物陰から不意をつかれてね。殺し屋か。もしかしてあんたはそいつを。いいえ、その殺し屋も存在が知られた頃にはすでに死んでいました。私には仇を討つ機会さえなかったんです。それからは失意の日々でした。しかし抜け殻のようになっていた私の回復を孫妃は根気強く待ってくれました。彼女は出世のため私の顔を変えた父よりも家族で、兄と慕った半純義に代わる姉です。今の私にとって孫妃の期待を裏切り失望させることほど恐ろしい事態はありません。そして春日さん、あなたは私にとってん？どういうボスになるのでしょうか。この先どうなるのか楽しみです。俺は別にあんたのボスになった覚えはねえよ。今のところはそうだな、飲み友達ってとこでいいだろう。なるほど。では私もその期待に沿うようにしましょう。これでやっと自己紹介が済んだってわけだ。なかなかの人見知りだな、キム・ヨンス。祭りにあげてやるよ。やゆやゆ。さーて、やんないの？よし、行くぞ。さーて、やんのか。してみる。おい、来た。上がってきなさい。勝てると思ってる？遊んでくんないか。あっつ、行くぞ。私の番です。
お、マジか。何見てるんですか？何見てんだよ。文句あるのか？わかった。こっちはすぐに発信できるようにしておく。エンジンをかけろ。まもなく都知事が戻られるぞ。ピンゴね。ナイスだぜ、サッチャン。何してる？通してくれよ。都知事と話がして。ダメだ、下がれ。限界態勢、不審者だ。知事、こちらへ。おい、俺たちは不審者じゃねえ。勝手に決めつけんなよ。だったら何者だ？お前らマスコミじゃないだろ。都知事のファンだよ。握手するだけだって。ね？ダメだ。どうしても？ダメだ。ちょっとだけだから。あかん言うたらあかんのや。あかんか。あんたら関西の人ってか。せやったらなんや。つまり近江だな。ああ、否定しねえのか。都知事の警備が近江連合のヤクザだ。驚きだね。アホ抜かせ。わしらは警備会社の民間人。関西弁やからって全員が近江連合なわけないやろ。勝手に決めつけんなや。ほう、よく言うぜ。俺たちのことは不審者だって決めつけたくせによ。お前はどう見たって。まあまあまあ、ここは一つ落ち着けよ。なあ、お前ら、おとなしくそこをどけ。さもないと
動くな。おいおい、随分物騒なもん出すな。火借りてえだけなんだが。ドーク。っていうか、民間の警備会社がそんなもんなんで持ってんだ。くそ、はめやがったら。まあええわ、バレてもうたならこのまま弾くだけ。安全装置外れてねえぞ。あ、嘘だよ、ど素人め。舐めやがってクソが。いたまえ、こいつら血祭りや。やる気だけを入れてもらえるわけねえぞ。よし、行くぞ。なんや、逃げんのか。逃げるなら今のうちだ。遊んでこないから取っておきだ。なんや、どうしたんや。バテると思ってるよ。うん、邪魔だ。本気でやってん。私の番です。なんや。やんないの。あ、すげえ。それは何やってんの。してみろ。せーて。かかってきなさい。はい。なんや。やってやるぞ。どうしたんや。見てんのか。痛い目に遭わせますよね。ゆっくり行く。本気でやってる。どうかも。行くで。なんや。行くぜ。おっしゃ。遊んでくんないか。来ない。さーて。私が相手だ。勝てると思ってるよ。俺の番。なめんなよ。俺の番ね。俺俺。かかってきなさい。動かんか。やってやるぞ。シューマックと行こえ。おい、してみろ。もうちょい待ってました。やらせよ。私の番です。どうしたんや。あったまきた。これや。なんだってめえ。寝てんのか。で元通りだ。痛い目に合わせますよ。せーて。いけ。あいつら。どうかな。くらえ。やってみんか。あと終わりか。おい、来た。問題なしだ。よし、行くぞ。さも言わ、行くぜ。俺の番だ。いやいや、言う。
何してるんだお前たち。これは知事。お前たちは暴漢と市民の区別もつかないのか。けしからんぞ。いえ、はい、申し訳ございません。お怪我はありませんか。私の警備がとんだ勘違いをしてしまったようで、バックミラー越しに事態が見えたもので慌てて戻ってまいりました。さあ、今夜乙姫ランドに一人で来い。俺も一人で行く。お怪我がなくて本当に良かった。この度は本当に申し訳ございませんでした。警備の者たちはしっかりと教育をしておきますので、何卒ご容赦ください。では次の予定がありますので、ここで失礼いたします。なあ。ああ。待った。してんのか。急い目に遭いて。まだじゃ済まさねえ。やがってけ。私の番ですね。セーリア。勝てると思ってるよ。おいよ。よし。私が相手です。見せてやるよ。やがってこいや。おれ。こっち見ろよ。決める。遊んでとっちゃーて、逃げるなら今のうちだ。おい、来た。しやがって。
芸術師に痩せっか。余裕余裕。私の番ですね。してみろ。まった本気でやってん、はい、どうしたのパチマラ。くれー、やってやるぞ。やっさすんのくんないか。マジだ。こっち見ろ。かかってきなさい。取っておきだ。やんのか。やぼ。俺の番だ。おじいちゃん、やめんなよ。逃げるなら今のうちだ。俺の番ね。成長を感じます。私の番です。ふぅー、舐めるなよ。君雑魚じゃねえ。よし、行くぞ。やる。かかってきなさい。よっしゃ、行くぜ。かかってきなよ。俺の番だ。舐めるなよ。かかってきなよ。痛い目に合わせない。行くぞ。思ってたより弱いぞ。さあやるか。やんのか。俺の番だな。ちょっと腹減ったな。
だいけるぜ。危ない。いらっしゃいませ。いただきごちそうさまでした。なんだよ。ありがとうございました。おう。ねえ。なあ。こんなところで生まれたんだな、お前は。お久しぶりです、若。会いたかったんだろう、俺に。お前の聞きたいことなら分かってるさ。どうして俺が名前まで変えて政治家になったのか。どうして俺が東条界の壊滅に加担したのか。あとこの体も気になるか。昔は車椅子だったもんな。全部答えてくれるんですか。ああ。病気はアメリカで治した。肺の移植手術を受けてな。知ってるか、向こうじゃ移植の順番が金で買えるんだ。だがどんなに金があってもヤクザの息子じゃそれさえ難しいんだ。そのために名前変えたんですか。手術のためだけじゃねえ。荒川真澄の息子として生まれたこと、病気のせいで青春時代を人並みに謳歌できなかったこと、
そういう人生そのものを書き換えるために名前を変える必要があったんだよ。でもその結果、今じゃ都知事と幹事長を兼任する政治家になれた。どうした？おめでとうございますの一言も言ってくれないのか？素直に言えないんですよね。政治家になるってのはそんなに嬉しいもんなんですか？政治ってのはいいもんさ。ヤクザみたいに暴力で支配するわけじゃない。法律に準じて人々の暮らしを良くする。おかげで多くの人間から感謝されてるよ。小笠原を殺しましたよね。うん？ああ、リスクマネージメントさ。どういう意味ですか？だってあいつはお前に拉致られてブリーチジャパンや俺の内情をベラベラと喋ったんだろ。あいつはそういう男さ。奴は一言も喋ってませんなんて言ってたけど、目を見りゃわかるよ。だから処分した。本当かどうか確認もしねえで、なんでそんなに簡単に殺せるんですか？じゃあ聞くが、あいつは本当に何も喋らなかったのか？どうだ？そりゃ、ほら見ろ。リスクマネージメントというのはそういう危険を事前に。でも一緒にブリーチジャパンを立ち上げた仲間なんでしょう。それをためらわずに切れるかどうかがトップに求められる決断力さ。親父だってそうだっただろう。ガキの頃から面倒を見てたお前にあっさりと身代わり出頭を突きつけた。親さんは俺を切ったわけじゃありません。あの時荒川組を守るためには俺が出頭するしかなかったんです。荒川組を守る？沢城の頭が殺した鈴森って男は東城会の直系組員でした。もしも頭がパクられることになったら、三次団体で隠したのを荒川組はけじめをつけさせられますから。お前が身代わりになんなくたって沢城はパクられなかったさ。そら誰にもわからないっすよ。いやわかる。なぜなら沢城は鈴森を殺してないんだから。え？そういえばお前と最後に会ったのもあの晩だったな。覚えてるか？大晦日に行ったカムロ町のクラブ。へえ、若の彼女さんの誕生日で。あの夜は散々だったな。若、いつからそこに？あの、若？おう、用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったらケツ拭く時にでも使え。
見るんじゃねえよ。起きろや。こんなところ寝てんじゃねえよ、酔っ払いが。なんだてめえ。ここはうちの組のビルだ。とっとと出て行け。ヤクザか。社会のゴミが。なんだとてめえ。マサワンじゃねえ。ハムロ町でヤクザおちょくるなんて、いい度胸してんじゃねえ。どっから来たおのぼりさんか知らねえが、ハムロ町の怖さをたっぷり教えてやるよ。素人がモデルガン出して生きがってんじゃねえよ。どこで買ったんだ？え？田舎のおもちゃ屋か？あ？おもちゃだと思ってんのか？本物なら撃ってみろよ。ほら、どうした？ほら、さっさと引き金引いてみろってんだよ。撃てねえよな。見せかけの偽物じゃな。二度とでけえ面すんじゃねえぞ、半端もんのくせ。てめえ、いい加減に。この男が鈴森。ああ、俺は沢城に起きたことをそのまま伝えて家に帰った。誰にも目撃されなかったのはラッキーだったよ。じゃあ俺は若の代わりに出頭したってことですか？そうさ、親父は大切な一人息子を守るためにお前をお上に売ったんだよ。しかし親父もそのままをお前に告げるわけにいかなかったんだろう。だから沢城の身代わりって筋書きを作ってお前に頼み込んだんだ。まんまとあいつの口車に乗せられたお前は喜んで出頭したってわけさ。それでもまだお前はあのクソ親父を信じられるのか？絶望すんのもよくわかるぜ。懲役18年ってだけでもひどい話だが、
ひどいのはその後だよな。勤めを終えて出てきたお前をあいつはバーンだろ。ひでえ話だよな。頼んだぞ、イチ。なんとか言えよ、イチ。それでも俺は荒川のおやっさんを信じてます。じゃあ俺からも一つ聞かせてくれ、イチ。お前なんで生きてんだ？なんで偉人町にいる？理由なんて。でも俺はどん底の一番です。どっからでも這い上がってくんのが俺ですから。そうか、まあいい。しかし何年経ってもお前の間抜け面は変わらないな。怒りを通り越して懐かしささえ覚えるよ。嬉しいぜ。そいつは光栄です。俺はてっきり今夜はめられるんじゃないかと思ってたんすけどね。でも若は約束通り一人で来てくれた。俺も嬉しいです。殺されると思ったか？お前を殺すことなど議会の答弁に比べれば朝飯前だよ。だが生かしてやる、昔のよしみでな。その代わり条件がある。二度と俺と俺の親父に近づくな。いいな？じゃあ俺からも若に条件を出させてもらいます。偉人町から撤退して久米の出馬も取り消してください。何？生意気なこと言うようですけど、久米は国会議員の器じゃないっすよ。民事党内でも同じ見解だわ。現に後ろ盾がなければあんな世間知らずの若造は落選するに決まってる。だったらなんで久米なんかを出馬させるんですか？俺の価値を知らしめさせるためさ。え？想像してみろ。久米がトップ当選を果たしたらその時民事党のやつらはどう思う？青木亮の推薦は何の実力もない若者をトップ当選させるだけの力があるのだと理解するだろう。そして青木亮というネームバリューは荻窪にとって変わる価値があると思い知るはずだ。久米は若の引き立て役ってわけですか？選挙とはまさに駆け引きのゲームなんだよ。だったら偉人町再生シェルターもそのゲームの一部に過ぎないってことですか？あのシェルターか？あれはなかなか役に立つ優れものさ。なんたって不法滞在者を一網打尽で捕まえられるんだからな。捕まえる？ビザの取得をサポートしたりするんじゃん。まさか今さら彼女らにビザが降りるわけがないだろう。シェルターから入管まではバスで行き、その後はそのまま強制送還だ。そんな、それじゃ彼女たちを騙したのか？犯罪者を一掃して偉人町を再生するシェルター。
名前に偽りはないね。じゃあ若は俺の条件を飲めないんですね。飲めないね。なら今夜の交渉は決裂ってことですね。勘違いしてるようだが、今夜は交渉ではない。さっきも言ったろ、お前を生かしておいてやるのは俺からの情けだ。それを無下にするなら好きにするがいい。どういうことっすか。若は一人で来るって聞いてましたが。若の最後の情けを無駄にしやがって。愚か者が。すげえしませんか。こっちは約束通り一人なんですよ。こっちだ一番。うっ、おい、えい、この戦い。お前らなんでここに。中の連中、ナイアゴロを取りこぼしたようやな。わしら控えの出番や。ええとこ見せて沢城の頭にアピールすんで。すっきり。おう、調子乗っとんちゃうか。負けねえぞ。私の番ですね。はい、やってやるぞ。ほら、こいよ。俺の番ね。痛い目に合わせますよ。いくね。本気でやって。逃げるなら今の。さて。寝てんのか。俺の番ね。
ってやるぞ。なめんなよ。痛い目に遭わせますよ。俺の番だな。さて、よろしくないな。やめろ。また強くなっちゃったな。相手に随分大げさなんじゃないですか、頭。まあな。だがお前は撃たれても生きてた男だろう。念には念を入れたまでだ。こいつが大光に撃たれても死なへんかったってやつですか。どんだけごっついやつかと思ったけど案外普通でんな。侮るな。確実に息の根を止めろ。せやったら頭と手足を切り落とすっていうのはどうでしょう。それならさすがに生きてられへんでしょ。やり方は任せる。マグロならぬ人間解体ショーをお見せしますで。終わったらあいつの首箱詰めして明日の朝には届けますわ。守備よくやれ。頭は帰るんですか。お前らの汚い血でスーツを汚したくないからな。汚れ仕事は全部部下任せですか。あんた荒川のおやっさんの下で一体何を学んできたんですか。おやっさんおやっさんうるせえな。その言い草には昔から虫酢が走ってたんだ。まあまあ言わせたってありましょう。どうせあいつが物言えるのもあと数分の話やし。おしゃべりは十分だ。さっさとやれ。ほな解体ショーの始まり始まりや。やる気だけは十分のようや。かかってこい。私の番です。きねえ、まったら本気でやってやる。やってみろ。してみろ。やんのか。行くぞ。私が相手です。俺とっておきだ。勝てると言ってるよ。やってやるぞ。うん、俺の番。かかってきなさい。なんや。ああ、叩きのめ。ほら来いよ。寝てんのか。おい、来た。いいね。あすみしかせ。おれおれ。出ると思ってるよ。やんのか。やった。焼けてまう。痛い目に合わせますよ。さて。俺の番だな。やんないね。私が相手。やってやるぞ。邪魔だよ。元気満々やで。俺の番ね。なめんなよ。よっしゃ、元通り。私の番ですよ。
元気満々やで焼けてまう。行くぜ。楽しませてやる。やるぜ。あったまきた。してみろ。よし、行くぞ。また本気でやって。だが俺の番。やるぜ。さて、やあっとまきた。俺の番だな。ほら、私が相手です。やるぜ。これや。さて。よっしゃ、元通りや。勝てると思ってるよ。私のバーメンだよ。元気満々やで。すっきりした。また本気でやってん。とっておき。ほっ。さて。よし。よし。やるのか。俺の番。さて、やるか。行くぞ。やったか。俺の番。もっと本気でやってん。してみろ。ほら。これで終わりや。俺の番だな。別だ。これや。私の番組もあった本気でやってんの。さて、よし、行くぞ。おい、来た。よっしゃ、元通り。さて、俺の番。これや。これで終わりや。俺の番だな。優しくしてやるよ。私の番ですね。プレゼントだ。何や、俺の番ね。私が相手です。おっと、いめん。ああ、そうだね。さて、叩きのめ。逃げるなら今のうち。よっしゃ、行くぜ。さて、してみろ。誰か逃げて遊んでくんないか。おい、来た。行く。俺の番だな。本気でやってん。俺の番。邪魔だよ。ほら来いよ。私の番ですね。当たりませんよ。勝てると思ってるよ。よし、行くぞ。さて、治ったで。さて、叩きのめす。なめんなよ。私の番です。やんのか。おい、来た。
しねえ。俺の番だな。遊んでくれ。捕まるぜ。俺の番。邪魔だよ。はい。私が相手です。さて。よし、行くぞ。逃げるなら今のうちだ。大丈夫か？また強くなっちまったか。テンション上がりますね。俺の首を箱詰めにして頭に届けるとか言ってたよな。頭も驚くだろう。箱の中におめえの首を見たらな。気持ち悪いやつだったわね。近江にはこんなのがワンサがいんのか。日本一の極道組織だ。これよりもヤバいやつらだってゴロゴロいんだろ。そんな連中がどんどん偉人町にやってくるの勘弁してよ。一番浜子さん、どうしたんだ。今シェルターへ行ってきたんだよ。シェルターへ。あの子たちの忘れ物があったから届けようと思って。そしたらあの子たちどこにもいないんだよ。シェルターの職員も全然取り合ってくれないしさ。一体どうなってんだか。落ち着け浜子さん。一緒に探してくれよ一番。浜子さん、あの子たちはもう日本にはいない。シェルターは彼女たちを強制送還させるためのネズミ捕りだったんだよ。そんなあの子たちは自分が生まれた国に頼れる人間なんていないんだ。だから偉人町に身を寄せていたんじゃないか。私はあの子たちの幸せだけが生きがいだったんだ。なのに、なんでこんな結果に。私がシェルターなんか進めなけりゃ、もっと早く気づいていりゃ。浜子さんはただあの子たちを思って行動しただけだ。悪いのは浜子さんじゃない。そうよ、自分を責めないで。浜子さんは最後まで誠実だったわよ。ごめんよ。畜生。浜子さん、ひとまず休ませたわ。ありがとう、さっちゃん。どんどん偉人町がぶっ壊れていくな。ハン・ジュンギが言ってたの覚えてるか。俺たちも行くあてがあるなら出て行った方がいいって。本当に考える時かもしれねえぞ。逃げんのか。だってよ、もう取り返しがつかねえとこまで来ちまってんじゃねえのか。取り返しがつかねえか。ちなみにナンバーはどっか行くあてがあんのか。いや、すぐには思い浮かばないけどよ。足立さんは親もとっくに亡くなってるし、今さら行くあてって言われてもな。最後は
とてもじゃないけど妹とお父さんを置いて出ていけないわ。じゃあ決まりじゃねえか。決まり？何が？みんなここから出ていけるような状況じゃねえ。そりゃ俺たちもコミジルもリューマンもみんな同じだ。だったら抗うしかねえだろ。取り返しがつかねえってんならなおさら取り返してやろうじゃねえか。でも勝算があんのか？そんなもん必要ねえ。昔荒川のおやっさんに言われたよ。勝算があって殴りに行くのはただの弱い者いじめだってな。でも勝算もなしに殴りに行くってのはただの無鉄砲ってもんだろ。ちげえよ。勝算なんて考えらんねえ強いもんに立ち向かう、それが本当の喧嘩だ。俺らの敵は民事党に近江連合、日本の表と裏のてっぺんだ。上等じゃねえか。思いっきり喧嘩してやろうぜ。日本の表と裏の頂点に喧嘩かな。さすがに足立さんもビビっちまってんの？バカ言え、相手に不足はねえ。やってやろうじゃねえか。ただその表の頂点ってのに警視庁も加えてくれねえか。そうだった、もちろん分かってるって。よっしゃ。ったく、呆れるくらいどうしようもない人たちよね。まったくだ。でも好きなんでしょ？うん、そんな自分にも呆れちまうよ。ナンバー、サッちゃん、俺らと一緒に。はいはい、もう結論出てるから。さすがは俺たちの仲間だ。でもナンバーはどうなんだ？お前は弟さんの無事が確保されたことだし、結婚の話だって本当にいいのか？俺がそんなに薄情に見えるか？こうなら地獄の果てまで一緒に戦って弟の結婚式のスピーチのネタにしてやるぜ。決まりだな。どいつもこいつも今に見てろよ。まだあんのか。こんなに食えねえぞ。大丈夫ですって会長、食うのは若い俺らに任せてくれるや。私らはまだ全然いける、心配いらないよ。いただきます。さっきから食ってばっかで何も話せてねえじゃねえか。確かにうめえけどよ。じゃあ俺が議事進行しよっか。これが久米君、ブリーチジャパンの横浜支部長。次の総選挙でこの地区から立候補するってご陣だよ。青木亮がこの偉人帳を自分の色に染める手始めが彼ってわけだね。ここだけじゃねえ、全国でブリーチジャパンの支部長たちが出馬するんだろう。そうみたいだね。となりゃもはや日本中がなるようにしかならねえ。今青木知事の人気に対抗できる勢力はどこにもねえんだからな。ちなみに星野会長は
久米は当選確実って読み？まあな、久米は絶大な青木人気の後ろ盾だけじゃなく、サポートも全力でやってもらえるだろうからな。やはり手がてえとこだろうな。ああ、しかも青木亮にとってここ偉人町は特別な意味を持つからな。かつて荻窪豊の王国だったこの町を取ってこそその後継者を名乗れるということは誰より理解しているはずだ。そうだな、たとえ日本中の他の地域で民事党が勝ったとしてもこの偉人町を取らねえと意味はねえ。どんな手を使ってでも勝ちに来るだろうな。そうだね。ああ、やっぱり納得いかねえな。ですよね。うん？何がだ？だってそうでしょ。このままじゃやられっぱなしですよ。しかし、ほっといたら結局勝つのは若です。でもブリーチジャパンなんて近江連合を手足で使ってる限りなくブラックな連中ですよ。そんなのが偉そうにグレーゾーンの排除だとかヒーロー気取りで抜かしやがって、おまけにこのまま日本を牛耳るだなんて、そんなの納得いくわけねえでしょ。だが相手は政治家だぞ。さすがにその領域に手出しは。情けねえこと言うなよ。あんたたちは自分らなりのやり方でずっとこの町の弱いもん守ってきたんじゃねえのか。それ偽札作って偉人町の均衡を保ってきたことはお世辞にも褒められることじゃねえよ。でもあんたらみんなこの町の世話になってこの町に恩があるって気持ちに嘘はねえんだろ。それに偽札の話だって最初に持ちかけてきたのは荻窪だ。でもここにいる誰一人として金儲けがしたくてその話に乗ったんじゃねえ。元はといえこの町で起こる抗争を止めるためだ。もしこのまま黙ってちゃ偉人さんの名が廃るってもんですよ。おい、ちょっと言い過ぎじゃねえか。調子に乗ると私も黙ってられないね。ちょっと待った、僕は春日君に同感だね。お前、俺らは確かにグレーゾーンの住人だよ。表立って自慢できる生き方もしてこなかった。でも自分の部下や家族を食わせるっていうプライドだけはあったよ。それについちゃ損費も同じじゃない。今ここで引くってことは自分らの過去を丸ごと否定することだよ。ジョン、俺はハンピン・リューマン全員の命をあんたに預けたんだぜ。このままじゃカッコつかねえだろ。ここは新しいリーダーの最初の仕事だと思って力貸してくれ。わかった。落合会長、俺からも改めてお願いします。お知恵をお貸しください。分かったよ、まったく。ただご馳走するって言われてきたんだがな。すっかり乗せられちまった。ただほど高いものはないからね。よし、じゃあ行ってやりましょう。調子に乗ってる若造に一矢報いてやるか。でも手始めにどうするか。そうだね。
目標を定めないと。そこはやっぱ決まってるでしょ。あ、何？若のメンツを潰すことさ。つまり。つまり？この町の選挙で久米が落選すりゃいい。久米を落選させる？どうやって？いや、まだそこまでは分かんねえですけど。でも、もしやれたらざまみろって感じですよね。簡単に言うんじゃねえよ。じゃあ襲って立候補できない体にでもするか？ならうちの暗殺部隊が。殺す気かよ。抵抗されれば最悪の場合は。そういうのはダメ。それにそんなことしてもすぐ次の立候補者を立てるだけだよ。向こうは勝つまで辞める気はないでしょう。勝つまで辞めないか。うん、それで。え？つまりこっちが普通に選挙で勝ちゃいいんだ。久米より票を取れる候補者立てて思いっきり任す。でなきゃ若の花は明かせねえ。まあ筋は通っちゃいるが、久米より票を取れる人間って言われても。まあ相手は久米っていうより青木亮の人気が票の源泉だけどね。星野会長、誰かお心当たりはありませんか？あいにく思い当たる人間はいねえな。今まで荻窪という存在が大きすぎたせいでこの町やまともな対抗馬が育たなかったからな。選挙の時はいつも形ばかりの対立候補がいただけだった。じゃあいっそ星野会長が出馬ってのはどうです？なんだと？だって地元じゃ顔も広いし貫禄もあるし。いくら維新庁でも極道が当選するわけねえ。当選したら下で世も末だ。確かに。誰ら探してみる。青木亮に勝てる候補者をな。お願いできますか？構わねえが、俺にだけ骨折らせるつもりじゃねえだろうな。はい。選挙ってのは金がかかるんだ。候補者見つけたとこでその金まで俺に出せってのか？先に言っとくけど、今うちに金の余裕はないよ。いかほどかかりますんで。全部出せとは言わねえ。だが立候補するには供託金300万ってのが現金で必要だ。300万、俺に用意しろと？でかい喧嘩を掘って人間がそれぐらいの金作らなくてどうすんだ。はあ、会長の言う通りだね。どうする春日君？
ちらまで行かれますか？それでは。仕事すっか。ほら、かかってこいよ。私の番ですね。ほら来いよ。やっかよ。俺のバターが相手だ。まったく本気だよ。完了。
いらっしゃいませ。いただいただきごちそうさまでした。ありがとうございました。骨が折れそうだな。黙れ。ビビってんのか。さて。かかってこいよ。出ていいけど。まった本気で。よし、行くぞ。私が相手で。よっしゃ、行くぜ。ありゃ。俺の場は今のうちだ。叩き飲め。はい、やってこいよ。やってやるぞ。おい、来た。おっとれ。痛い目に合わせますよ。ぞー。こら。私の番ですね。お？強くなった気がするぜ。いいじゃない。一つ上の男、さらに強くなれましたね。やった、よっしゃ。強くなったか。任務完了。
鍵がねえな。さあ、今日も一丁頑張りますか。ラッキーでしたね。いいね。いいね。まだまだ若いもんには負けるぞ。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。みんな、株価アップだ。近いです。疲れが取れた気がします。元気100倍だ。バッテリー回復しました。リフレッシュ完了です。
疲労回復。とっても元気出ました。体が明るくなったわ。元気が出たかな。疲れが取れた気がします。いい気分転換になったぜ。疲れが取れたわい。また頑張らなきゃね。よっしゃ、営業開始だ。じゃん、始めるかの。想定以上の状況で。ラッキーですね。ついとらんわね。予定通りの結果です。うまくいったの。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。みんなよく株価アップだ。株主総会がやってきました。疲れが取れたぜ。充電完了。疲れが取れたわ。元気100倍だ。リフレッシュ完了です。疲労回復。また頑張らなきゃね。いや、疲れが取れたな。疲れが取れてきたの。一息つけたよ。元気になっちゃった。リフレッシュしたぜ。気の利く返しじゃの。疲労回復。株主総会行くぞ。それで決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。私の意見だぞ。どう考えてみて。聞いてくれますか。そう心配してやろう。ご質問のある株主の方は。笑いが足りてないっしょ。私の意見だけど。経営にも魅力が必要し。無駄に言っちゃうわよ。私の話も納得しないっしょ。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。すみませんでした。ご質問のある方、大切なことを全く対処していない。聞いてください。ズバリネットでは。ねえ、ちょっと聞いて。ここまでにしとくわ。ご質問のある株主の方はぜひお願いいたします。株主を甘く見てるだろうな。理想のレベルが低すぎるぞ。株主を甘く見てるだろう。すみませんでした。ご質問のある株主の方、頑張れるでしょ。私の意見だけどね。いいですけど。待ってください。一理ある。ちゃんと考えてください。会社の今日はここまでにしましょう。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。ご質問、この程度で失望したな。いや、待ってください。そのレベル反論できん。ご質問すみませんでした。ご質問のある株主の方は挙手をお願いします。これはままごとじゃねえぞ。ちゃんと考えてください。いや、待ってください。一理あるな。ちゃんと考えてください。反論できん。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。
定期株主総会を終了いたします。それでは最高の株主総会だったな。株価アップだ。よっしゃ、営業開始だ。じゃんじゃか稼ぎとするかの。ついてみな。ついてみな。まだまだ若いもんには負けんぞ。うまくいったの。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。よっしゃ、みんなよくやったぞ。株価アップだ。よっしゃ、ランキングがアップしました。グレードアップ完了。疲れが取れた気がします。疲れが取れた。元気100倍だ。リフレッシュ完了です。リラックスした。体が明るくなったわ。疲れが取れた気がします。疲れが取れたわい。よっしゃ、営業開始だ。じゃんじゃか稼ぐとするかの。さあ、ついてないな。ラッキーじゃ。ついとらんの。まだまだ若いもんには負けんぞ。うまくいったの。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。みんなよくやった。株価アップだ。リフレッシュ完了です。疲れが取れたぜ。疲れが取れた気がします。とっても元気出ました。また頑張らなきゃね。疲労回復。元気が出たかな。疲れが取れてきたの。元気100倍。元気になっちゃった。いい気分転換になったぜ。リフレッシュ完了です。気の利く開始じゃの。また頑張らなきゃね。よっしゃ、営業開始だ。経営計画は満足です。さあ、始めるの。いいわね。ラッキーでしたね。まだまだ若いもんには負けんぞ。うまくいったの。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。みんなよく株価アップだ。株主総会が近いです。元気100倍だ。バッテリー回復しました。疲れが取れたわ。疲れが取れたぜ。疲れが取れた気がします。疲労回復。いや、疲れが取れたな。体が明るくなったわ。リフレッシュしたぜ。疲れが取れたわい。また頑張らなきゃね。よっしゃ、営業開始だ。じゃんじゃか稼ぐとするかの。おお、ラッキーじゃの。くそ、ラッキーじゃ。まだまだ若いもんには負けんぞ。
今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。みんなよくやったぞ。株価アップだ。株主総会がやってきました。リフレッシュ完了です。元気100倍だ。充電完了。元気になっちゃった。疲れが取れたぜ。疲れが取れた気がします。疲労回復。また頑張らなきゃね。疲れが取れてきたの。一息つけたよ。疲れが取れたわ。リフレッシュ完了です。気の利く彼氏じゃの。株主総会行くぞ。決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。そのレベルが低すぎるぞ。私の話はままごとじゃねえぞ。ちゃんと考えてください。聞いてください。ちゃんと考えてください。聞いてください。もう言うことはねえよ。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。経営の基礎ができてない。いや待ってください。それはそうか。ここ止まりの会社はたくさんできた。すみませんでした。ご質問のある株主の方は挙手をお願いします。経営にも魅力が必要し、もっと目立たないと。確かに笑いが足りてないっしょ。納得っしょ。ご質問のある株主の方はぜひお願いいたします。ネットでも悪い噂ばかりですよ。ちゃんと考えてください。大切なことは全く対処していない。ズバリ言っちゃうわよ。うるさい。すみませんでした。ご質問のある株主の方、そう頑張れるでしょ。いや待ってください。考えてくださいでしょ。確かにはっきり言いますけど。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。聞いてください。ここ止まりの会社は心配してやる。すみませんでした。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。このままだと謝罪会見っしょ。私の話笑いが足りてない。取材しちゃうっしょ。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。すみませんでした。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。定期株主総会を終了いたします。それでは最高の株主総会だったな。株価アップだ。上がってきたぜ。ランキングがアップしました。